オーカショーオークスで共に三着だったライトバックは、立冬 CW コースで合わせ馬。アンリーロードを楽な手応えで追走し、四角で打ちへ。持ったままで並びかけ、ゴール前ですっと一馬身ほど抜け出した。6ハロン83秒に、ラストワンハロン11秒4と時計も上々だ。テンションを上げないよう無理せず、前に馬を置いて辛抱させました。 背が伸びて体つきも大人に、気象面でも成長し、春より我慢が効くようになってきた、と茶気調教師。半で52キロを生かし、年長場相手に初の重傷部位を狙う。勇敢富士。